こんにちは、フリーステッチの山本です。本日はフリーステッチのイベントを盛り上げていただいているアンバサダーさんにお話を聞いてみたいと思います。レトリーバーデーアンバサダーのハリーくんご家族です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあおかけください。ハリーくんご家族はアンバサダーとしてレトリーバーデーの PR 活動のお手伝いをしていただいています。今回はそんなハリーくんご家族をご紹介するためにインタビューをさせていただきます。本日はよろしくお願いします。じゃあまずはじめに早速なんですけれども、ハリーくんと家族になったきっかけを教えていただけますか。はい、うち実家がもともと犬ダメで、でまあ、自分は小さい時から犬が好きだったんですけど、まあ、なかなか飼えず、まあ、大人になっていつか自分で飼えるようになったら大きいのが欲しかったので、まあ、ハリーになりました。ちなみになんでラブちゃん選んだとかって何かあります？ホームステイしてた時があって、その時にいた犬が、まあ、まあラブではなかったんですけど似たような小型犬でいいなって。海外に行くんですね。そうですね。そうなんですね。じゃあハリー君の性格をご紹介いただけますか。ハリーは犬よりも人が好き で、まあ、結構ビビリ、階段とか橋とかそういうのもなかなか渡れないような性格で、まあ、食べるのが好きですね。ワンちゃんも苦手とかではない。そうですね。あの誰とでも仲良くできるんですけど、あまりドッグランとかでも犬同士遊ぶとかっていうのは少ないですね。オーナーさんの方に行く。そうですね。ああ、そうなんですね。人ですね。ありがとうございます。じゃあ次のご質問なんですけれども、インスタグラムでハリーくんといろいろな場所にキャンプだったり、車中泊でお泊まりをしている様子だったりを写真で拝見したんですけれども、どうしてホテルではなくキャンプだったり車中泊っていうところを選んでいるのかっていう、そのメリットだったりとか理由だったりとか。ホテルだとまず予約取らなきゃいけなくなるの で予約しちゃって、例えば雨予報とかになっちゃうとちょっとテンションが下がっちゃうっていうのと、あと、まあ、車中泊とかだったら自由に移動ができるし、まあハリーも慣れてるので寝るときとか移動するときも楽なのでっていう。ホテルはあんまりあれですね、大型犬とお泊まりできるのが限られてますね。そうですよね。はい、アウトドアで愛犬とのお出かけを始めたいと思ってらっしゃるとかに、なんかアドバイスだったり、こういうの持っていくといいよみたいな、なんかアイテムだったりとかがあれば。そうですね。まあ、いきなり長距離をするんじゃなくて、まあ、まず近場で、少しずつ慣らしていって、徐々に距離を伸ばしていったり、お泊まりしていったりしたらいいのかなと思うんですけど、あると便利っていうのがそうだな、多分皆さん使ってるようなものを使ってるので、特にこれっていうのは。はい、ちなみに今まで行った場所でおすすめだった場所とか。おすすめだった場所は、まあ、たくさんあるんですけど、まあ、夏だったらやっぱりオートスコとか、まあ、栃木の山の奥の名もない川だったりするんですけど、お水とか好きですか。そうですね、泳ぐのが好き。じゃあお水のあるところに行くことが多いですか。そうですね。そう話しない。ありがとうございます。次のご質問です。はい、今回アンバサダーさんとしてイベントの告知活動だったりお手伝いいただいたかと思うんですけど、どうしてアンバサダーさんになろうと決めていただいたのかっていうのは、ハリーも今9歳になってきて、まあ、今こんな感じですけど、多少落ち着いてきたんで、まあ、今回そういう帽子を見つけて、まあ、今だったらいけるかなっていうことを、思い出作りですね。そうです。はい、結構やんちゃさんでした。そうですね。割とやんちゃだと思います。ちょっと落ち着いたし、まあ、9歳っていうところで、はいはい、今まだ元気なうちにっていう。はい、そうですね。ありがとうございます。
じゃあ最後のご質問になるんですけど、はい、今回まあレトリバーで初めての参加そうだと思うんですけど、楽しみにしていることだったり、はい、あの期待しているコンテンツだったりとか何かあるか。そうですね、楽しみにしていることは、まあ、なかなかこういうコロナ禍でこういう、ね、たくさん同じ犬種が集まるイベントもできないので、まあ、なんだろう、新しい共通の趣味を持った仲間とかが見つかればいいなっていうのと、あとまあイベント自体コンテンツとかは、まあ、一応30メートル走、普段あんまり走んないんですけど、まあ、そういうイベントだったりとか楽しみです。ありがとうございます。30メートル走結構人気のコンテンツになるので、はい、で上位3位とか決めるコンテンツになっているので、もしよければ頑張って、はい、参加してみてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。アリー君のことをもっと知りたいという方は、フリーステッチのホームページのアンバサダー紹介のところからインスタグラムを掲載しておりますので、よろしければぜひチェックしてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。